株大暴落で春節を祝う気になれない中国人。中国版紅白は台湾上陸作戦を連想させるやばい演出で不穏なムード満載。例年ならお祝いムードの中国の春節だが、今年は不穏なムードに包まれている。1月末から2月頭の中国株の大暴落で、多くの中国人は祝う気になれない。中国版の紅白歌合戦では、台湾上陸作戦を連想させる演出があり、地方のある村では、無差別殺人が起きたという噂も。多くの中国人は、旧暦の大晦日に、スーシークワイだ、大晦日を楽しく過ごしてね、というメッセージを送り合ったが、そこには口には出して言えない、危ない意味が込められていた。今年の中国の春節は、どうも不穏なムードに包まれている。中国人の知り合いからも、あまり、新年クワイラ、新通クワイラ、明けましておめでとうといった挨拶が送られてこない。その代わり、旧暦の大晦日に、スーシークワイラ、大晦日を楽しく過ごしてね、というショートメッセージをいくつか受け取った。そもそも中国経済があまりに悪いものだから、おめでとうという気分ではないのだろう。対話アプリ、WeChat の電子マネー、WeChat Pay の本場を、お年玉をチャットグループ内で配りまくるという風景も、例年より少ない気がする。1月末から2月頭の株の大暴落は、深淵通大と呼ばれるほど激烈なものだった。国有企業チームに国内外資金をかき集めて株を買い支えることで、なんとか春節休みに入る直前は反発したものの、多くの中国の小金持ちは春節どころの気分ではなかっただろう。これは中国の経済政策に対する信用の絶対的欠落が原因にあるので、春節明けにまた一波乱来るのは必至と言われている。関連記事、中国株が大暴落。習近平も誰も経済を救えず。共産党の特権階級も逃げ出す準備。さらに不穏な社会事件も続いている。例えば、旧暦の大晦日の2月9日に、山東省日照市拠点のある村で、一人の男が村民数十人をナイフや銃で襲い、死傷させるという凄惨な大量殺人事件が発生。ただし、その事件は、徹底的な情報統制が発動されて、一切報道がなく、ネット上で都市伝説のように噂だけが拡散されている。どうやら、いわゆる、報復無差別殺人、つまり、自分に降りかかった不条理に対し、社会を無差別に攻撃して、恨みを晴らすタイプの事件だし、そういう事件は中国では決して珍しくなく、どうしてここまで情報統制されているのか、それが逆に中国社会の不穏さを伝えている。一説によると、解雇された武装警察の警官が逆恨みして上官の家族を皆殺しにし、近所の家も巻き込み、救援に駆けつけた救急車の救急隊員も殺害したという噂だ。あるいは、冤罪で投獄されていた男が釈放後に自分を陥れた人の家を襲い皆殺しにしたという説もある。いずれにしろその村に通じる道路が完全に封鎖されているらしい。そしてさらに不気味なのが毎年恒例の CCTV の春節特番、中国版紅白歌合戦と呼ばれる春節連冠番会、春晩だ。春晩は日本でも YouTube の CCTV チャンネルで見ることができるのでご覧になった日本読者もいるだろう。どのように感じただろうか。私は何とも言えないきな臭いものを感じた。中国版紅白歌合戦の演出はきな臭さ満載。まず5時間に及ぶ春晩のプログラムの中で一番話題になったのは解放軍作戦部隊による上陸作戦をモチーフにしたパフォーマンスだった。軍用ヘリの爆音とともに兵士たちがロープを伝って舞台に滑り降り高い壁を乗り越えてみせた。どこかに上陸する様子から始まる。そして小銃を掲げた隊列が現れて軍歌、決勝を歌いながら様々な陣形を見せるのだ。
背景のスクリーンにはミサイルや戦闘機、揚陸艦やタンク、軍用ヘリなど最新の猛々しい兵器が次々と映し出されている。明らかに台湾上陸作戦をモチーフにしたような演出のプログラムだった。確かに春晩では解放軍がほぼ毎年何がしかのプログラムで演出している。だが、これまでは軍工団、軍米工作団、解放軍のうち戦場に行かない軍指揮者の軍団、宣伝や慰問のためのパフォーマンスを行うダンサーや歌手、俳優、監督、作家などが所属。少将などの階級はあるが、戦場で戦う軍人とは気象が異なる。に所属する歌手やダンサー、あるいは儀仗隊などの演出で、しかも新年の晴れ舞台にふさわしい華やかな衣装、軍服正装で登場、祝賀ムードのプログラムが普通だった。例えば、昨年の春晩では、軍工団の歌手やダンサーが、赤や白、金色の衣装で、プロとしての歌や踊りを披露していた。背景の大画面には、空母など、勇ましい映像が映し出され、国威発揚がテーマにはなっているものの、さほどきな臭い印象はなかった。だが、今年の春晩の解放軍プログラムに出演したのは、実際に戦闘を行う本物の兵士たちだった。具体的には、北京に駐在する装甲部隊、66477部隊だ。こうした実戦部隊の兵士による春晩で、パフォーマンス、現実の上陸作戦を連想させるような出し物が行われるのは初めてという。しかも兵士たちは、部隊衣装ではなく、作戦行動用の迷彩服と装備をまとっている。兵士たちが歌う文歌、結晶は、使命を肩に、忠誠は私の告白、強い志を胸に抱き、永遠に負けたとは言わない、などという、祖国のために命を懸けて忠誠を誓うという内容の歌詞。さらに、戦場で夢を追い、絶対に未来を勝ち取るという歌詞もあり、これは戦争を非常に肯定的に捉えたフレーズで、兵士や人民を戦争へと鼓舞する内容にもなっている。新歌者は、兵士指定が祖国を守ってくれているので、安心して春節を過ごせるというポジティブにこの春晩プログラムを報じていたが、外国人から見れば何ともきな臭いメッセージを受け取ってしまうだろう。海外の一部歌人の間でも血生臭い殺戮を連想させると大変不評で、新年を祝う娯楽番組でここまで戦争を想起させる出し物は初めてという声が相次いだ。解放軍が習近平への忠誠を演出。今年の春晩に軍工団が出演しなかったのは、近年の軍政改革によって軍工団が大幅に縮小されたからだと思われる。現在、一般の解放軍兵士にも手当が削減されたり、支払いが遅延したりして、その予算不足が表面化している。このため、直接戦力にならない軍工団の軍職者たちはどんどんリストラされており、今残っている軍工団は3つだけらしい。春晩に実戦部隊が登場するようになって、ますます軍工団はその存在意義を失ってしまった。この春晩の解放軍プログラムについて、米サウスカロライナ大学英金校の社殿教授はボイスオブアメリカに、台湾を恫喝するだけでなく、同時に米国の顔色を伺って、中国共産党の野心を表明している。中共は、ある種の微妙なシグナルを発し、台湾、あるいは南シナ海で、西側自由世界と軍事的に衝突する可能性をほのめかしているとコメントしている。1月の総統選で、与党副総統の頼清徳氏が当選したことに対する、中国側の、恫喝行為という見方もある。2023年はすでにこのコラム欄でも紹介したように、国防部長やロケット軍幹部数十名が一気に失脚する事件が起きており、解放軍の習近平に対する忠誠と戦闘力に懸念が生じる状況だった。今回の春晩の解放軍によるこのプログラムは、実戦部隊に戦争への意欲と習近平体制への忠誠を宣伝する狙いがあったかもしれない。
関連記事、中国習近平の粛清で、ポンコツ化した解放軍、統制不能で暴走懸念は最高潮。中国メディアによれば、今年の春晩の視聴率は、最近の6年間で最も高く、平均視聴率は 30% を超えたという。だが、ボイスオブアメリカが SNS の X を通じて、中国人ユーザーにアンケートを取ったところでは、春晩を見ないという回答は、例年よりも多く、69.2% で、24.9% は、今年の春晩の出し元は好きではないと回答。今年の春晩のプログラムは好きだと答えたのは 6% にとどまったという。春晩を見るのは春晩を嘲笑するため、春晩に対して最も良いのは見ないこと、話題にしないこと、視聴率を上げないこと、春晩は指導者に見せるためのもので、庶民の娯楽のためではない、などといったコメントが集まったとか。ウイグル人が春節を祝う様子を放映した理由。もう一つ、春晩の不穏なムードを濃くしたのは、春晩開始以来、初めて新疆南部のカシュガルに、運節会場が設置され、ウイグル人のダンサーや歌手たちの出し物が、ふんだんに出されたことだろう。イスラム教徒のウイグル人に、春節を祝う習慣はない。春節は、肝心の習慣だ。だが、ウイグル人が春節を祝って見せる様子を、カシュガルから、ライブで全国に放送したのだ。